ニーディビューの皆さん、こんにちは。ソムリエの哲也とスーパーソムリエの小野塚です。よろしくお願いします。8月第4週の定期便マリアージュです。8月ラスト。やっぱラストは泡で締めないと。そうだね。はい。第4週はですね、セレルスでラルボック、ラルボック199ブリュットノンヴィンテージでございます。お値段1490円。安い。安い。安いよ、これは。でもこれめちゃめちゃうまいっすよね。これ美味しい。まあ、こうちょっとなんかやっぱりね、4本はねやりやすいんですよ、うん、定期便4本。5本はねもうキツキツなんです。4本だとね、なんか好きなの割と美味しい、全部美味しいんですけど、そうそう、もっとソムリンのもっと進めたやつ入れられますか。そうそうそう、これなんだよってやつをこう楽しめるのがやっぱりね、はい、うん、4本だから、もう次回もうなんかもう1年間とりあえずコンセプトとしては4本週が金曜日が5回あるときには5本とかしてたけど、もうね4本にしようと思います、うん、そしたらね、よし、ちょっとレベルが上がるかも。レベルが絶対に上がる。いい、行きまーす。コス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 コ、これ好きなんですよね。カバーはね、いっぱいありますけどね。そう、世の中にはこのねカバーはね、え、安い、え、こんなうまいのってちょっと、ね、びっくりしちゃった。こんなうまいんです。ではテイスティングします。カバの香りが、カバ臭ですね、うん、もうブラインドだからカバって分かっちゃう。うん、うん、よくできてる。やっぱりでもうまいですね。このフローラーの中に旨味がちゃんとあって、うん、素晴らしいカバです。ナイスだね、うん、すごくいいバランス感があって、うん、なんか全体的にうまくできてる。なんかよくできてるよね、これ。なんだろう、なんでこんな風にうまく、まあ、綺麗な丸を描いてるようなイメージっていうか。やっぱあと、状態の良さですよね。間違いない。変なえぐみとかない。ないね。うん、本当にね、状態悪いのは苦みとか、なんか気持ち悪いのが残るの、そういう下に。これ、ほんとさ、なんか、こいつを携えてなんかこう海に行きたいねって話をね、うん、してたの。これはいいよ。キンキンに冷やして、キンキンに冷やして、キンキンに冷やして、こう飲みながらこう行きたい。あ、いいですね。一人一本飲みながらでも全然いける。絶対行けますね。いや、そんなわけでございます。素晴らしいカバです。ソムリンポイント、うんうん、これ困ったな。行きました。とりあえずまあ行きますか。はい、はい、せーの、3。うん、そうだよね。3ちょうどでいいぐらいだよね、うん、ぴったりぐらいです、ね、正直 2.9 か 2.8 に落とすかどうかすっごい考えたんだけど、3いいかなって思いました、うんね、ちょうど3ぐらいかなっていうふうに思う、はい、なんか潔さがある、そんなワインでございます。はい、このねお値段で3ってすごいですよ。いや本当にそうですよ、はい、あのこの値段で僕たちつけるんだったらだいたい2点とか1.7 とか 1.5 ありますからね。普通に 1.5 とかやってる。まずいってなったらね、うん、これは本当に美味しいです。さて、これに合わせるものでございますけども、まあまずは定番から少しやってみましょう。う、ね、定番ザーサイ。甘系は割と相性はなんか割、うん、深いで広いというかね、合わせやすいですもんね。これ簡単に、まずね、ザーサイからしは絶対に合う。これ、ね、経験上合うのは分かります。うん、分かってます。これはいきます。ザーサイ、ザーサイからしです、うんうん、まあ、めっちゃ合う。同調ですね、うんうん、ああうまっ。なんかラルボクのがなんかこう一個上にキュッと上がる、うん、そんなイメージのあるマリアージュ、これは引き立ててくれるね。さすが桃屋さんでございます。桃屋さんのザーサイです。ただね、これはね、もう新しいこうやっぱりチャレンジしたいソムリンは、はい、ということでですね、ちょっと新しいマリアージュのご提案をさせていただきます。はい、よい、ラストいったらたまに屋台をね、屋台をイメージしてる。じゃあ、銀だこ600ワットが最高ですね。多分600ワットが最高だと思う。3分
10秒でもうこの通りにやります。どうぞ。じゃあそしたらチンしてる間にですね、ちょっと試したかったものがあります。はい、こちらじゃんじゃん、梅のポテトでございますね。やっぱり飲みながらね、歩きたいというのとはちょっとそんなね、軽めに食べられるやつが欲しいなっていう。はい、はい、じゃあ、あります。夏、はい、夏限定夏、あ、うまいね。うん、お、すげえ合うなんかもうこれでいいじゃんっていうぐらいに合うね。すげえ合いますね、うん、びっくりしました。狙いバッチリすぎてびっくりするぐらいに合ってます。これね、マリエットポイント何点ぐらいですか？これうまいっすこれ無限にいけるでしょ。もう一枚いったらいいですか？うん、わー、これこれアフターもいいっすね、うん。咀嚼してる時のこのポテトの香りがこれと一緒に上がってきつつも、うん、梅の香りと上がってくるからすごくね、美味しいのよ。これ本当にマリネするよ。これ止まんないっすね。これでいい？これあれチンしてるけど一応チンしてる。でもこれでそうですね。マリアージュポイントは何ですか？これ結構いくな。これいくね。8.8? 僕ね、結構なんか正直今日一のマリアージュかもしれないっていう風に思って9点でもいいかもしれない。9点でもいいよいや、かなり高いですよ、これは。これ9点でいいですよ。めちゃめちゃ超簡単ですよ。これ買ってこれを一緒に合わせるよね、むっちゃ合いますので。マリエチポイント9点でいいですか？9点で。おらー、いや、あの新しいカバーも味わい変わりますし、うん、なんかお互いにこう相乗効果でむっちゃある。これ本当美味しい。これがマリアージュっていうのかっていうね。もう一度先生に食べていいよ。あ、ね、ラルボクね、梅に合うんだ。絶対合います。いいっすよ。あ、いいっすね、これ梅いいよね。うん、あ、梅超同調するね。今回はね、本当に梅がキーになると思うので。なんか一個飛んでるんですけど、大丈夫あれ、もう終わったの？一応時間通りに、時間通りで、できました。はい、たこ焼きです。結構本格的。熱っ。はい、ちょっとまずはたこなしの方にしようかな。いただきます。あ、こうまく。なるほど、ちょっと夏祭りの美味しい花火の音が聞こえます。そこにカバーを。合うな。あー、めちゃめちゃ合いますね。あ、どうしようこれ。ちょっと待って、こっちの方がいいぞ。いや、絶対こっちの方がいいですよ、ね、こっちの方がいい、正直。なんかこう、心が喜ぶマリアージュになってる、これは。なんか、過去一いいかもしんないぐらいに、うん、このなんだろう、なんか嬉しいよね、やってて。いや、本当に。ワク。あ、飲める飲める、飲める飲めるというか。テンション上がるんだよね。グイグイいっちゃいますよ、ね、ちょっとじゃあマヨネーズ。めちゃめちゃうまいっすね。マヨネーズ、正直そのものだけの方がなんかマリアージュ感というか、なんか湧くね。うん、よし、うん、やっちゃっていいっすか、一個。また梅干しなんだよな、これ。ああ、それはね、絶対危険な絶対言いますか？絶対合うから。ちょっとこれはね、あの、正直紅生姜買ってこようかなと思ったんだけど、ちょっとめんどくさいからやめますと。来ました、梅肉です。絶対合うもん。口の中で分かってますね絶対合うなっていうのがね、もうもうそう自体が合うね、梅干しかし、梅干しでたこ焼き美味しいね。梅とこ、うめ、うん、あ、余韻も広がるな。あ、こっちの勝ちだね。梅とこ焼きうめえなちょっと待ってよ、お前。あ、アフターのこのさ、梅のさ、酸が伸びるのもいいね。そうなんですよめっちゃ合う、これ。あれ、
これ9点でしたっけ。9点つけちゃったけど、でも9点の価値あると思う。いや絶対あります。 9.5 でいいんじゃない。これはこれは 9.5 いきますよ ね。じゃあ 9.5 だから 9.5 でございます。これはでもすごくいいと思います。いや絶対言ってほしいですね。過去一じゃない。いや本当にめちゃめちゃうまいっすね。このご時世やっぱりね今ね、あの花火大会ないと思いますので、買ってきてこのカバと合わせていただいて絶対最高です。で梅干しを一緒に食べる、あれは最高に合うと思います。梅干しはねちょっと尖ったやつを買ってきてもらってぜひやってください。はい、ということで、マリアージュポイントは9.5。はい、95点でございました、はい、すごい、ありがとうございます。95点。自分たちはどんなマリアージュしたかですね、あとコメント、それでいいねとチャンネル登録のほどもよろしくお願いいたします。8月はこれで終了でございますね、はい、9月はどうなるのかな、ちょっと今考えてみます。ソムリンの誕生日にもありますからね。ちょっと待って、そういう風なこと言わないでちょっとプレッシャーになるから言いましょう。でもねちょっとね、あの変えます、国を変えようと思ってガラッと。あ、国を変えて